皆さんこんにちは。大沢チャンネル、本日はちょっとおしゃれな揚げ物、鶏胸肉のパネグリエ、ご紹介していきたいと思います。いつものね、非常にジューシーで柔らかい胸肉にちょっとアクセントをつけてね、一工夫した衣にしますから、クリスマスに使えたりとか、お弁当の見栄えもちょっと良くなりますから、一工夫したい時にね、作ってみてはいかがでしょうか。ちょっとの工夫でね、ガラッと変わりますから、ぜひ一緒にお料理作っていきましょう。それじゃあお料理スタートです。それじゃあ行きましょう。今日使うのはね、この2リットル入ります2コートの18センチのお鍋です。これを中火で加熱して、お鍋をまず空炊きしておきましょう。その間に今日のこの鶏肉切っておきます。皮をついたまま一口大で OK です。はい、じゃあこんな感じです。そしたらここに軽く塩コショウを振っておきましょう。よし、 OK。 それじゃあお水と小麦粉と同量、これがね、今日の生地になっていきますので、これをクチュクチュクチュっと混ぜまして、ここに鶏肉を入れておきます。これでね、一つ完成。そしたら今度はね、パセリ刻んどきましょう。ちょっと本当は昨日撮影のはずだったので、少ししなびてます。まあでもね、大丈夫でしょう。刻む系の時はこの包丁のカーブを利用して、頭だけをつけてトントントンと、このカーブを利用してね、刻むと刻みやすいですよ。そしたらこのパセリと1カップのパン粉を合わせます。パセリプラスパン粉に最後これ粉チーズをね、大さじ1だけ入れまして、これでシェイクしておきましたら、チーズとパセリがアクセントになって、見た目的にもお味的にもすごくリッチな感じになりますよ。それじゃあね、お肉をこの衣の中に入れていきます。これね、いきなり全部入れちゃったらダメですよ。ちょっとずついきましょうね。じゃあもうね、お鍋は十分熱いので、はい、ここに油を入れていきます。熱いお鍋に油を入れていくと鍋底がくっつきませんよ。はい、そして熱い油に油がちょっとってことは、ほら、もうお箸からシュワシュワーっときてますからね、待ち時間がゼロでいいです。はい、それじゃあ胸肉はね、水分が奪われると硬くなってしまいますので、蓋してじっくり蒸し上げにしましょう。はい、それじゃあそわそわしなくていいですよ。タイミングは全部鍋任せ。蒸気が上がったらひっくり返しましょう。うん、いい色ついてきましたね。よしよし。はい、これこの時にね、時々鍋底に揚げ物がくっつく方がいます。これなんでかと言いますとね、この衣にね、粉チーズが多すぎ、チーズはくっつきますんで、最大でも大さじ1にしましょう。もっと欲しい方はね、後で出来上がってから振っちゃったら OK ですから、衣には入れない。はい、じゃあ裏面いきましょう。ひっくり返しまして、裏側も蒸気上がってきましたらもう OK です。ちょっと見てみましょうかね、こいつから見ようかな。ほら、いい色ついてますでしょ。やりすぎるとね、パセリが緑じゃなくなりますんで気をつけましょうね。うわー、いいね、美味しそうに出来上がりました。じゃあもう食べちゃいたいんですけども、2回目揚げときましょう。じゃあここで2回目揚げるポイントなんですけども、ガス IH の方はちょっとずつね、こう温度って上がってっちゃいますんで、2回目は中火のまんまじゃなくて、ちょっと小さくして中弱火にしましょう。これがね、中で温度を180度に保ちきるポイントです。
じゃあ今日も美味しそうに出来上がりました。じゃあ早速いただきます。まあ美味しいでしょうね。今日は一手間かけましたからね。相変わらず柔らかいね、君は。胸肉は絶対に蓋してあげた方がいいですね。水分飛んじゃったら一気に硬くなっちゃいますんで、ケンタッキーみたいにね、蒸してあげる。これがね、鉄板だと思います。で、よりチーズっぽさが欲しい方は、この上に、こうやってかけましょう。おぉ、増してる増してる。うん。あ、多分これはね、後で追いチーズをした方が好きな方多いと思います。塩分がちょっとだけプラスアルファされて、美味しいのなんのってね、美味しいです。今日はね、パン粉なので全く油を吸わないってことはないんですけども、いつもみたいに油はね、限りなく食材は吸わないようになってますから、胸肉でヘルシー、油が吸ってなくてヘルシーのね、この2段ヘルシーですから、すごくおすすめになってます。いつもの唐揚げにね、少しワンポイント加えたい方は、ぜひ一回作ってみてほしいと思います。大沢チャンネルでは週に2、3回ぐらいかな、新しく動画を配信しております。回を重ねるごとにね、上手になっていきますので、一番最新の情報をチェックしたいっていう方は、右下のね、チャンネル登録ボタンを押していただきますと、新作アップとともにお知らせが来るようになりますのでね、ぜひよろしくお願いします。それじゃあ、今日も最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。はぁ、いい匂い。近いわ、お前。